いかだが流されてからおじいちゃんは急に弱ってしまったわ。あのいかだがなきゃこの地獄島から抜け出せないんだ。おじいちゃんあの時はとても元気だったのに。モック、私たちもこの島から外に出ることはできないのね。私たちはやっぱりこの地獄島で死んでしまうのね。ジーナ、いや、こんな島で死ぬなんて。あ、ジーナ、水が飲みたいんだね。お腹が空いてるんだね。僕は木の人形だから水だって我慢できるし、食べ物もいらない。できることなら僕と変わってあげたいんだよ。ありがとう、ボック。でも木の人形になんかなりたくないよね。ジーナ、僕が木の人形のくせに動いたり喋ったりするから悪魔扱いにされたんだ。だからおじいちゃんもジーナもこんな苦しい目に。モック。何ということを言うのです。お前が動くことができ、喋ることができるのは、おじいさんの優しい心があったからです。でもそのためにおじいちゃんやジーナがこんな目に。モック、おじいさんもジーナも疲れ切っています。今は弱っていて何もできないのです。動けない人形のように力がないのです。動けない人形。そうです。でもモック、あなたは違います。今動くことができるのはあなただけなのですよ。おじいちゃん、ジーナ。わかったよ。僕おじいちゃんとジーナを守ってみせる。そうです。どんな苦しい時でもくじけてはいけません。モック、自然が恐ろしく見える時がありますね。嵐を起こしたり、火の山を吹かせたり。でもそれは、花を咲かせ、鳥を歌わせる春のために苦しんでいるのです。人間も同じです。苦しい時に耐えてこそ、本当の幸せが来るのです。モック、しっかり頑張るのですよ。よし、この地獄島で生きてやる。よし、水のたくさん湧くところを必ず探し出してみせるぞ。ばっかりだ。もう貝はなくなったのかな。
おじいちゃんとジーナに腹いっぱい食べさせられるぞ。喜ぶだろうな。待って、うん、わあ、大きなカメ。その卵をどうするつもりなの？焼いて食べるんだよ。ねえ、そんなことはやめてください。ダメだよ、僕が拾ったんだ。これがないとおじいちゃんとジーナが。それは私の卵です。え、私の子供になる大事な卵なのです。だってこれは。お願いです、返してください。たった一つ残った卵なんですから。待ってください、私の卵を返して。卵の代わりに私を食べてください。ありがとうございます。このご恩は決して忘れませんよ。さようなら。でも弱ったな。食べ物がなきゃおじいちゃんもジーナも。ああ、魚を捕まえるには道具がなきゃダメだし。そうだ、これなら体の浮く心配はないよ。よいしょ。別荘へ無断で入り込み泥棒を働くとは何事だ。別荘だって？これは人間の船だったんだぞ。わしが真っ先に探したんだからわしのものだ。木の人形のくせに生意気なやつだ。こりゃ、いつまでそうやってるがいいや。へへへへへへ。
やい、これをほどけ。僕はどうしても帰らなくちゃならないんだよ。そんなことはわしの知ったことか。今にふやけてボロボロに腐るわ。そうなら巻きつけた海藻も緩むだろうさ。あ、タコ坊主、わめけ木の人形め。誰もここには来やしないわ。待って、これをほどいてくれ。頼むよ。わめけわめけ、バカな木の人形め。弱ったな。これじゃ身動きが取らないよ。どうしよう。木の人形さんだね。え、はあ、さっきの亀のおばさん。かわいそうに、通りかかったらさ、声が聞こえたもんでね。今助けてあげるよ。よいしょ。 ありがとう亀さん。さっき卵を返してくれたお礼よ。さあ早く帰りなさい。またあの悪い大ダコが帰ってきたらひどい目に遭うよ。海岸まで私が送ってあげるよ。どうもありがとう、おばさん。仕方のないことじゃ。僕が人間になるまで生きていてよ。おじいちゃん。モック、お前は木の人形じゃ。人間にはなれんのじゃよ。おじいちゃん、モックはきっと人間になれるわ。人間になったら、モックを見てあげてね、おじいちゃん。それが本当だったら、わしはどんなに嬉しいか。でもそれまでは生きておれまい。おじいちゃん。せめて一目でいい土の上に咲いた花を見たかった。モックの生まれたあの美しい花の咲いている村を。花を見て死にたい。お願いです神様、おじいちゃんを助けて。あ、これはダイナマイト。よし。
らいダイナマイトで岩を砕いたら地獄島の恐ろしさを見せてやるわ。やめてくれ。長い間この島には焼くものがなくてな、今こそお前たちをじっくり焼いてやるわ。お願いだ、おじいちゃんとジーナの命は助けておくれよ。その代わり僕はどうなってもいいから。何どうなってもいい、お前はこの地獄島で生きてみせると言ったではないか。僕は一生懸命頑張ったつもりだけど、僕の力ではもうこれ以上どうしようもないんだよ。人形の僕が燃えて二人を助けることができるんなら、今はもう僕はそっちの方がいいんだ。よしよかろう、二人の命は助ける。だがお前の命はもらうぞ。さようなら、おじいちゃん、ジーナ。モック、わしはお前の勇気に負けた。え？この地獄島に送られた人間どもは初めから生きる勇気を失っていた。だがお前は違う。どんな苦しい中でも諦めようとしなかった。お前は自分の命を懸けてまであの二人を守り通したんだ。その勇気にわしは負けた。わしももう年じゃ。お前の勇気に免じてわしの最後の力でこの島を作り変えてやろう。優しい心を持った人間だけが自然を美しくすることができるのだ。さらばモックよ。自然の恐ろしさに勝ち、自然を愛する心を持ちました。僕、こんなに花が綺麗だと思わなかった。花が美しいと思えるときは幸せなのです。でもモック、お前にはまだやらなければならないことがあるはずです。え？おじいさんとジーナを連れて国に帰るのです。でも国に帰れば僕とおじいちゃんはまたひどい目に遭わされてしまうよ。恐れてはいけません。お前の優しい心をみんなに知ってもらうのです。その時こそお前の夢が叶えられる時ですよ。僕の夢は希望と勇気を持って。さあ行きなさいモック。僕の夢が待っている。国に帰れば。美しい島じゃ。もう誰も地獄島なんて呼ばないわよね。おーい、待っちゃくれ。あはケンケンたちだ。おーい、へー、ケンケン花黒よく助かったね。モクたちと海に投げ出されてから海賊船に助けられたんだ。
ところがね、奴らあたいたちを焼いて食おうって言いやがるの。なぜかしら。それで逃げ出したってわけさ。よかったの、若姫。もう会えないかと思っとったよ。いつも優しいおじいちゃん、会いたかったよ。これでみんな揃ったのね。もっくん、よかったわね。うん。ギーナ、僕、今度こそ人間になれるような気がするんだ。そしたら、僕も大人になって。大人になったら？なんでもないや。いやー、夢中よし、バカも。お、陸が見えるぞ。あー、国に帰ってきたんじゃ。どんなことが起きても負けないぞ。僕の夢が待っているんだ。